ことはどうでもよいからさっさとコックピットを元に戻せ。わらわの居場所をそんな仰々しく改造しよって不愉快な。せかすでないのである。急がば回れという言葉もあるわけであって、回って回って回り尽くして美味しいバターになりました。原材料ほら、ウィンフィールド。おいおい、おとなしくしてなさい。あなた死んでいてもおかしくない怪我なのですよ。ご心配をおかけして面目ありません、お嬢様。ですが大十字様に伝えたいことが。だからって無茶する理由にはならねえでしょうに。呼ばれりゃこっちから行くって。姫さん、結局のところどれくらいの被害だ。ひどいものです。今回の襲撃の犠牲者だけでもおそらく500人以上。町が襲われた時のも考えると正直数えたくないですわね。ああ、ガキンチョ殿は安心してくださいな。大きな怪我はありませんわ。確かにショックは大きいでしょうけど。ああ見えてしっかりしてるんだよ、あいつら。心配ねえよ。これで完璧である。ち、遅すぎる。待ちくたびれたわ。な、貴様、我が輩のロークに対して板張りの言葉どころか罵声を浴びせるとは。勝手に改造したナーレが悪い。自業自得だ。出のタイミングを測っていた貴様が何を言うか。あいつらは元気だな。それと大十字さん。え、それにあるもん。作戦室まで来てください。クトゥルーの居場所が判明しました。あの消滅の瞬間と時を同じくしてニューヨーク上空にクトゥルーの出現が報告されています。アーカムシティからニューヨークまでの距離を空間転移したものと。なことだろうとは思ってたけどよ。あれだけの巨体で瞬間移動まで使ってくるのかよ。たぶん厄介なもんだぜ。いや違う、あの転移はおそらくクトゥルーの意図するところではない。
ですって？なら、一体何者の仕業なんだよ。よりにもよってクトゥルを転移させるなんざ。それに、一体何のために？もしや、今やめよう。憶測ばかりで混乱するだけだ。実際、わらわの理解に及ばないことがあまりに多すぎる。ニューヨークは破壊ロボ軍等の攻撃により半壊状態。そのままクトゥルーは大陸を南西に横断、進路上の都市を破壊しつつ太平洋に抜けています。好き勝手暴れやがって。各地では軍の散発的な反撃が行われているですけど、当然のことながら全く効果を上げてません。そもそもホワイトハウス、ペンタゴンなどこの国の重要施設は謎の襲撃によって壊滅、指揮系統は断たれています。事実上、合衆国は国家としての機能を完全に失っているんです。クトゥルーの現在位置は、進行方向と速度より算出した結果、クトゥルーは現在太平洋のちょうど赤道を通過したあたり、ここです。あのタコ中、一体何を目指してんの？このまま進んだって南極にぶつかるだけで何の国も存在しないじゃないの。うん、軟体動物が考えることなど、いかに我が輩が天才とはいえ、わかるものか。あんたには聞いとらん。こんなテロリスト、なんでこんな場所にまでシャシャリだけ来とんねん。なんであるか、凡人メガネ。またしても我が輩に嫉妬。うわぁ、殴ったね。またしても殴ったであるな。おお、勘弁ならねえ。エルザ、やってしまうのである。アイエーサーロボ。ああ、やるってのか、このロボコ。あんまし人間様ばかにしてるとバラして神様、あの足元あたりの身元に送っとるで。せーやよそでやれ。あなたたちは、南緯47度9分、西経126度43分。は？クトゥルーの目指しておる場所だ。1925年3月23日、アラート号事件。何それ。おじい様が随分と熱心に調査していた事件です。武装快速艇アラート号の遭難。乗組員たちは、かの海域で正体不明の怪異と遭遇したといいます。海底から浮上した何かに。それって…ルルイエダ、クトゥルーが治める海底都市。キャツは
自らの城を浮上させるつもりなのだ。ルルイエを拠点に地球制覇に乗り出す気ですか。ルルイエ、おそらくは大陸規模の大きさを持つ異形の都市だ。そんな都市が撒き散らす瘴気の量はどれほどのものか。浮上するだけで人類の文明は怪人と化してあろうな。絶対に阻止せねばなりません。俺たちの手でクトゥルーを倒すんだ。ここの回路をこうすれば、と、よし、エルザ、反応速度をチェックするのである。わかったロボ。これで各部位の反応速度は 7.3% ほど上昇したはずである。我が輩の手にかかればこれ式のパワーアップなど簡単で、こんなトンチキが、なんやこの負担がかかりまくってる設計は。こんなんじゃ魔術回路が一発でショートしてしまうわい。何を言う、いざという時に無理も効かんような破壊ロボが使い物になるとでも思っておるのか。たく、実戦を経験してないメガネの技術者っていうのはとことん脳みその中身がのどかであるな。ジャガーシー、ブラックロッチで散々街を破壊し腐ったのを実践言うか、変態テロリスト。そこに直れ。もう一回、何度でも繰り返し繰り返し念入りに焼き入れたる。あ、吠えるな凡人メガネ。エルザドゥオダイ。無限ループかお前ら。そいつらは特別製だ。神獣団、前に弾丸を媒介に神を召喚したであろう。そいつならばさらにその力を引き出すことができる。数に限りがあるから慎重に使え。わかった。これで虚数展開カタパルトが壊れてなけりゃな。じれるのはわかるが、
今は気力を蓄え、戦いに備えよ。うぬぼれではなく、我々は人類の切り札。敗北は許されぬ。分かってるさ。クロちゃん、怪我していたのか。大丈夫なのか、ライカさん。大丈夫大丈夫、大した怪我じゃないんだから。何も助けられなかった。こら、何でも自分で抱え込もうとしない。みんなだって自分にできる範囲でちゃんと頑張ってるんだから。何でもかんでも背負い込もうとするの、それって大きなお世話ってもんですよ。クロちゃんはクロちゃんにしかできないことをやっているんだから、堂々としっかりそれをこなしなさいね。そうだな。ありがとう、ライカさん。ちょいと気が楽になったよ。うん、わかればよろしい。うん、とにかくみんな無事でよかった。じゃあ俺は自分のできることをもうちょっとばかし頑張るとするよ。クロちゃん、その今の状況はどうなっているの？邪神とのブラックロッジとの最終決戦だ。今度の戦いで全てが決する。クロ、勝つよね？あんなタコの化け物を切り刻んで食卓に並べてやるよ。絶対だよな。ああ、絶対でなきゃならんだろう。まったく、厄介な名前のロボットを引き受けちまったよ。どうした、姫さん。
内十字さん、吉報があります。国連が今回の事態に対してすでに行動を開始しました。ただいま世界中の艦隊がルルイエの海域に集結しております。ま、さすがに無視できる事態じゃねえからな。ですが、邪神を相手に人類の戦力がいかほど通用するものか。決戦の鍵を握るのはやっぱり大十字さん、アルアジフ、あなた方だけなのです。申し訳なく思っております。あなたをこんなことに巻き込んで。何言ってるんだよ姫さん、俺たちが勝手に居座っただけじゃないか。どこぞの馬の骨にデモンベインを奪われた姫さんは被害者だよ。そうだ、うぬぼれるなよ小娘。わらわはわらわの仕事をこなすだけだ。誰の都合など知ったことか。私にはもうあなた方に未来を託すより術はありません。これをナーカルコードの解除キーです。これで私の承認なしにいつでもレムリアインパクトを打つことができます。解除キー、制御の方も大丈夫です。今までのデータからヒラニプラシステムがオートで行えるようプログラムを組みました。存分にあの邪神に決めてやってくださいませ。わかった、確かに受け取ったよ。夜明けと同時に波動財閥の全戦力を投じてルルイエに向かいます。大十字さん、それにアル、世界の未来をよろしくお願いいたします。ルルイエの海域には国連の艦隊が集結しているようだな。合衆国の艦隊も多数見受けられる。なるほどなるほど、こいつは多分波動の連中の仕業だろうな。ふん、苦し紛れだな。たとえ世界中の戦力を集めようと、このクトゥルーにとっては抵抗足り得ない。ではではでは、根こそぎ一切合切微塵にも残さず吹き飛ばすかね。いや、あれをやると術式に乱れを生む。そう、対応するものではない。
それに気にかかることがあってな。あの空間転移かね。ああ、あの現象は全くの想定外だ。考えたくはないが、正確に漏れがあったのかもしれない。確かに、確かにあの空間転移だけは全く下せぬ。あれ以降、術式等のデータには何ら異常は認められんのだがな。あれではまるで。いや、気のせい。気のせいだろうさ。気にするな。まあよい。とにかく原因がまだ判明していない以上、クトゥルーに特殊な能力を使わせるべきではない。では、いかようにするかね。ふん、ここをどこだと思っているのだ、兄弟。聖地を汚す輩は、経験たる信徒たちに処分を任せようではないか。なるほど、なるほど。ここは海、ここは魔界、ここはクトゥルーの領域だな。わかった、わかったよ。とりあえず破壊ロボは先行させておくと。ああ、頼むわ。さて、そろそろ見えてくるな、ルルイエが。そうだ、魔人による地球の統治がついに始まるぞ。君が想像するよりずっとずっと高い領域に到達しようとしているのだ。美しい世界に到達しようとしているのだ。そうだ、私は神の力を世界征服などという俗なレベルで扱いませんぞ。私の目指すのはさらなる美、至高の美。その場所に導いてくれるのが君なのだよ、Cの巫女よ。誰誰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 誰